はい、あ、大ちゃんです。え、うん、え、そこからそこから、あ、もう痛いです。自信をね、あやのです。はい、はい、今日インスタグラムでいっぱい質問いただいた中のちょっと多すぎたので、うん、付き合い編、あ、付き合ってから、うん、付き合うところから付き合ってからどういう風に生きてるかみたいなのを生きてるか、ね、どういう風に生きてるかをゆるくパジャマとご飯食べながら話します。うん、今日もつ鍋ですね。つ鍋だね。よし、行きます。美味しいな、やっぱり。美味しい。ほら、ほら、ほら、ね、美味しい。あー、熱い。気をつけてね、豆腐。マジ熱いから、うん、最初食べない。普通も続けなかった。ご飯食べた。ただの食事動画。食レポなし。大して何も映ってない。じゃあ見せとくか。モツがすごい大きいんだよね。このね。ふるさと納税だね。うん。なんてとこ？若すぎ。若すぎ。博多。若すぎの宇都宮だよ。質問来ててね、うん、まず、まあ、付き合い当初の話、うん、どのような経緯でお付き合いを始めましたかっていう質問があって、うん、まあでも出会いは、まあ、ネットフリーのラブイズブラインドっていう番組なんだけど、夫、うん、では仲良かったっていう話ね。そう、夫では仲良かったんだけど、その後、その中で結ばれたわけじゃなかったから、うん、どういう経緯でお付き合い始めましたかって質問が結構多かった。あれだよね、でもみんなの同窓会的な。そうだね、リユニオンみたいなのを6つでやってて、そこで再会してよく喋ったんだね。よく喋った、ずっと隣だったよ、多分。そうそう、別に意図せず、うん、久々に会った。そうだね、半年ぶりとか。うん、だね。これが健康になってた時でしょ。そう、熊がだいぶなくなってたのと、うん、なんか生き生きとした顔してて、うん、最初俺だって分かんなかったんだもんね。え、分かんなかった、遠目から。元気すぎて分かんなかった。そう、元気すぎて分かんなかったんだけど。そう、言ってた。うん、だってなんかそのりょったろうさんの場合ってお寿司行った時もちょっと隣だったね。うん、確かにね。そうだね。あ、ちょっと、うん、うん。雑。もうその時もなんか、まあ、ずっと話してなかったじゃん、半年ぐらい、うん、でも話しやすかったね。うん、うん、ね、うん、ね、楽しく、まあ顔見ないで話しやすかったぐらいだからね。そうだね、うん。でもなんか顔見て話したらちょっと緊張はしたかも。あ、最初ね。うん。した？してない。した。した？うん。緊張した。どもるの。緊張した気がするね。うん。で、その後に、あ、そうそう、これもあった。どちらから会おうとお話ししたのですか？覚えてないけど。覚えてないけど、俺じゃない？うん、でもなんか自然だった気もしなくない？なんか配信もあるし、うん、なんか久々に今度ご飯行くみたいな話、うん、まあ、そうだね、してたかな。確かに、なんか自然な流れでそうなった感じがするね。ね、最初のデートは恵比寿で焼き鳥食べたね。焼き鳥食べたね、うん、懐かしい。で、その後に何した？こたついたんだね。こたついて、そうだそうだ。で、その後からこたつってなんだって感じだけど、こたつカフェに行ったんだよね。そうそう、あれどこだっけ、豊洲、天王洲アイルかな。天王洲アイルだ。なんかさ、めちゃくちゃ大雨だったから、ね、大雨だった。なんか天王洲見ようとか言ってキャピキャピ見てたんだけどさ、うんうん、見るところだったわけじゃん。何も見れなくてずっとカフェにいたのね。うん、10時、12時ぐらいにランチして、ランチして
2、3時ぐらいまでそこにはいて、で、あれか、TY ハーバーに移動して、9時、10時ぐらいまでいた。そうだね、夜だったよね、普通に。すごい頼んだもんね、ご飯、その後。10時から居づらかったから。そうだね。でも誰も、そのお客さんいなかったら雨だったし。うん。うん、そうだね。懐かしいね。うん。帰って。で、結構会うと長い時間一緒いたね。うん。うん、だね。その後よく会うようになったって感じ、うん、だよね。そうだね、4日連続ぐらい会ってた時あったよね。、うん、なんかあれを私が誘った気がする、今日空いてるみたいな。ああ、2日目連続か3日目連続目の時、うん、確かにあったかもね。うん、ね、懐かしいね。懐かしいね。そう、一人暮らし始めた時だったから私が、うん、家具を一緒に見に来てほしいみたいな話してて。そうだ、家具見てくれた。自由が丘行ったんだな。そうだよね、うん、家具だったら自由が丘か目黒とかかなとか言ったよね。うん、言ったね。なんか感じでデートめっちゃしてたって感じ。うん、そうだよね。うん、これ敬意になるよね。なるでしょ。敬意ね、そんな感じだよね。うん、で、なんかやっぱりそのまあすごい一緒に、てか大ちゃんがもともとそんなにめちゃくちゃ女の子と二人で遊ぶタイプでもないしね。うん、ね、あ、でも何考えてるのかなと思ってたよ。うん、うん、どういう意味？うん、好意はあるんだろうけど。ああ、うん、確かにね。うん、まあお互いそんな感じ、お互いそんな感じだったね。うん、探り探りみたいな。うん、なんかポッドの中でも探り探りだったけど、うん、違う探り探り、うん、ああそうだね。してた感じが。確かにそうだね。そうだって、だからさ、私がメールを1日一通ぐらいしか返してなかったじゃん。ああ、そうだね。でも私は大事に取って返してたの。ああ、大ちゃんから LINE 来たみたいな。うん、なんか置いとこうみたいな、嬉しいから置いとこうみたいな。あとでゆっくり返そうとか思って返してたら、うん、なんか優先順位が低いかと思ったって言われたもんね。ああ、そうだね。うんうんうん。いや、なんか2パターン考えたんだよ。2パターン、単純に優先順位が低くて、うん、まあなんかまあ取って返せばいいかなっていう感じか、うん、なんかそのなんていうの、こう駆け引き的な。うん、うん、いや、駆け引きはしてないから。あ、そう、うん、ただ単に、あ、嬉しい、置いとこうみたいな、そういうわけじゃないか、うんうん、っていう感じで。やってました。でさ、なんかさ、メールいっぱい来るとうざいって人もいるじゃん。うん、でもなんかそれをさ、付き合う、まあなんか結構特殊な関係値だったからさ、うん、なんかどうしようかなって悩んでたのもあったし、うん、なんかメールめっちゃしてもいいとかちょっとなんか恥ずかしいし、聞きにくいよね。聞きにくいかったから、うん、とりあえず。確かにね、なんかそんな感じで、うん、マイペースに返しちゃってた。確かにね、連絡取るのめんどくさいとか会うのめんどみたいな人もいるからね。そうそう、いるから、うん、うん。でも今思ったことボンボン来るしな。そうだね、帰ってこなくてもお互い。確かに。ツイッターのように使ってる。ツイッターね、そうだね。まあ適当に帰ってくんだろうって感じだよね。うん、なになに、どうしたの。なんか冬っぽいね。空気、なんでそう感じるんだろう。いや、でもいきなり冬の空気だったよ。ね、たくさん質問来てるじゃん。え、そうなんだよ。すごいね。たくさん、いや、大ちゃんがすごいんだ。え、俺はすごくないでしょ。大ちゃんがすごいね。森さんを好きになったきっかけはありますかと、綾乃さんを好きになったきっかけはありますかっていうのが来てた。きっかけ。あ、はず、なんだろう。OK。
けか。あー、そうだな。なんかあのこれは結構福島に行った時に、うんうん、なんていうかこう福島ってそんなに華やかな場所とかないじゃんね。そういうとこじゃないじゃん。確かに。そのなんか都会ではないじゃん。都会じゃないね。うん、でなんかその都会じゃなくてこう自然とか、うん、なんか時間がゆっくり流れるところとか、なんかそういう時に普通に楽しめる子なんだなって思って、うん、結構なんか安心して。というか、うん、なんかのんびり過ごせて一日ね、うんうん、なんかその時はすごい、あ、いいなって思ったなって思って、ね、今、今もね、よく一緒に散歩行くじゃんね。そうだね、あ、確かにダイちゃんがすごいそれ気にしてたよね。なんか下派手だから、うん、派手だだから、まあ、今も派手だけど、うん、まあインスタってキラキラしてるから、なんか美味しいご飯に毎回行きたいんじゃないかとか。そう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 、高いご飯、美味しいっていうか高いご飯。そうそうそう、でも私はそんなに別にもともと食好きだけど、そんなにコースとか毎回しんどいみたいな感じだったし、ね、あんまりそのじゃきちっと毎回格好して食べに行くところとかしんどい、うん、からそういうんじゃないよとか話した気がする。そうだね、すごい、うん、すごいよかったね。そうだね、まあ、話はもともと合うからさ。そうだね、ずっと喋れてたもんね、趣味とか。そうね、服の話とかもね、楽しいし。そうだね、ね、私なんだろう、きっかけ、きっかけなんだろう。え、でも徐々にかな、うん、本当に。あと、まあ、本当に長い間ずっといても、私結構人といる時、人っていうか、まあ、仲良くない人といる時に、うん、なんか、あ、次これ話そうかなとか、うん、なんか自分の中で次あれやってこれやってみたいなのをバーっていろいろ考えて動くんだけど、うん、あんまそれがなかったっていうのはすごい楽だったし、楽しいなって思ってたのがあったのかな。それはすごい大きかったのと、あとなんか愛ちゃんがなんか、結構なんかこういうとこの彩乃ちゃんとこういうとこがすごいいいなとか、うん、そういうのすごい言ってくれてたから、うん、なんかどんどんそれで意識するようになったっていうのがあったかもしれない。そんな言ってたかな。なんか一緒にいるとすごい気使わなく、まあ、気使わないっていうか、なんかすごい穏やかで楽しいなとか、うん、なんかそのなんだろう、届いてくる感じじゃなくて、多分本当に思ってんだなみたいな確かに感じが、まあ、口説とかはもうそう、俺そういう概念ないそうそう概念がない前も言ったけど、うん、みどりちゃん家で最終回見てる時に、ラブイズブラインドの、あ、そうそう、ラブイズブラインドの最終回見てる時に、なんかまあ何人かいる時にさ、うん、まあ、なんかその大ちゃんの友達が彩乃ちゃんと彩乃さんと大いいと思うよっていう LINE をしてきたのを見せてくれた時がからピークに意識したと思うなんか高校生みたいだけど単純に嬉しかったんだ。あ、なんかその友達、すごい仲いい友達が言ってくれてて、なんかそれを見せて、うん、くれるっていうことも嬉しかったっていう、ね、動揺してすいませんっていうのがきっかけ、徐々にきっかけかな。徐々にきっかけかね厳密に言うときっかけではない釣り、チリツモ、チリツモ、チリツモったかな、ね、まあ、でも話しやすかったし、一緒に行って居心地がいいっていうのが私は珍しいから、すごい大きいきっかけかも、それは。いつも考えちゃうって。そう、いつも考えちゃう。大変だ。大変だ。大変だなと。まあ大変、ね、まあ癖だよね。気遣いだね。癖だね。そうだよね。うん、俺は気を使わない癖。気を使う。え、使ってくれてるよ、いつも。そう。うんうん。
一印象、まあ、ポッと出てからとの第一印象と、うん、付き合ってからの印象の変化はありますかも、結構よかったね。あそうだね、思ったより、まあ、またなんかさっきのにつながるけど、こう感覚が思ったより庶民っぽいということと、あと思った以上に穏やか。本当？うん。へえ。なんかこのたまにブチ切れてんじゃん。夜っていうか仕事だけど。すごい怒ってるっていうかさ、確かにこんなことあって嫌だったらっていうレベルじゃない？早口レベルだね。そうだよね。だから全然なんだね。まあでも大ちゃんといるから穏やかっていうのもあるかも。他の人だったらもうちょっと あれかもよ、イライラしてたりとかそういう可能性もあるかもしれないけど、確かに穏やかな方ではある、うんうん、私なんだろう、あ、でも、うん、いや私逆で思ったより感情的なこと多いなって思う大ちゃん。ああ、なるほどね。人間らしいっていうか、うん、可愛いなって、うん、意外とその瞬発的な感情で動くこともあるんだなって思うのが、うん、あるあるある、すごいプラスだった逆に。そうなんだ、うん、びっくりすることもあるけど、うん、なんかでもそういうことあるんだって思って、うん、そこがすごい違ったかな第一印象と、うん、多分みんなもすごい冷静そうで、まあ、多分あれ見てる人は冗談とか言わなそうだし、って思われてると思うけど、うん、全然そうじゃないし結構感情的、あ、悪い意味じゃなくいい意味でね、なとこかな逆に、うん、あんまり計算とかできないしね。うん、そうだね。うん、まあできないとはちょっと違うか、しない方を選ぶことが多いかもしれないね。うん、うん、あとは、まあ、第一印象じゃないって別に想像してなかったけど、うん、思ってたよりその愛情表現とかすごいしてくれるし、深くいてくれるのが嬉しいねって話だね。まあ、あのちゃんもそうですね。確かに、うん、ご飯が炊けた、追加追加する？ラーメンです、ね、追加してくる。あ、ラーメン一回入れてみる、うん、あと意外だったことな、意外だったのなんだろうな、あとあれだね、料理が美味しい。ありがとう、うん、料理が美味しいね。意外とする、そうそう、しなそうだよね。しなそうには見える。生活感ないって言われる。しなそうには見えたけどね。あと結構素直だよね。あ、素直かも。素直なんだよね。確かに。なんかさ、うん、あやのちゃん家の壁紙とかさ、うん、貼ったじゃん。貼ってくれた。まあまあなんか一緒に貼ったじゃんね。貼った。で、なんかその俺の家のが自分で貼ったやつだから、うん、だからなんかそういうのあるんだよみたいな話から、うん、あ、そんな自分でできるんだねみたいなことでさ、一緒にお店見に行ってさ、で選んで持ってってっていうか、まあ注文して、うん、でなんかなんとなくちょっと細かいところ合ってるかわかんないんだけど。じゃあまあ最初何やっていいか分かんないから、だからなんか結構、うん、どうしようかなみたいな感じでそんなになんか動けなかったというかそうで俺がなんかせっせとやっててでなんか俺もなんで彩乃ちゃん家の壁紙を俺がメインで貼るんだっけなって なったのそうそうそう、で別にまあそれはそういう楽しいんだけど、うん、でもそれでなんか、はい自分でやってくださいとか言うとはいとか言ってやるじゃんどうしようかなみたいな確かに自分でやってくださいって言われた確かに素直かも素直なんでも言い方かな、なんでやんないのとか言わないじゃないじゃん
まあ、そうかもね。なんでやんないの？あ、確かにね。なんでやんないわけみたいな。私も言わないけど、確かに。お互い言わない。強いとイラッとするじゃん。あ、なるほどね。言い方によるよね、そこら辺は。あとなんでやってないのとか。ああ、なんでね。やるし、これから。今からやる。子供の宿題じゃん。そう。うん、確かに、でもそうだよね。そう。うん。そのあたりはでもお互いね、言い方は気をつけてるのかも、そういうふうに、うんね、気をつけてる、まあ、板についているというか、うん、普段からなんだろうね。そんなあった、これにつながる話を振りありがとう、お付き合いする上でうまくいくポイントや気をつけていることはありますか？